経理部、ないない、こんな人いないだろうみたいなね。でもね、それを許さない存在がいるわけですね。これ、あなた作りましたよね。もうその場で言ったらしいんですね。どうやらね、経理部の方にね、なんかね、人の気配がするんですよ。はい、皆さんどうもこんにちは。これに対して10番のクエスト。さあ、今日のテーマですね。経理部、ないない。こちらをね、喋りたいというふうに思います。で、以前ね、私ね、経理部あるあるね、喋ってきたというふうに思いますけども、まあ、こちらね、まあ、経理部にいたらね、こういうことあるよね、とかね、こんな人いるよね、みたいなね、そんなお話をね、してきたというふうに思いますけど、今日ね、その逆バージョンです。経理部にいてもね、こんな人いないだろう、みたいなね、そんな話をね、したいなというふうに思います。まあ、経理部ってね、結構ね、きちんとした人ね、多いんで、なかなかね、そういうなんか変人みたいなね、人はね、なかなかいないわけですよ。まあ、ですけどね、私がね、実際に体験した話ですとか、あるいはね、人からね、聞いた話なんかをねちょっとねよりすぐって厳選してちょっとね3つ今日はねご紹介しようかなというふうに思います。まあねこれあんまりないようなね話ですので、もしね皆さんねこれあるあるだよっていうねそういう方いらっしゃいましたらね、もうぜひともちょっとねコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。じゃあね、早速ね、一つ目のないないは何かというと、1円が潰れるまで帰れまてん。まあ、こちらなわけなんですけども、まあ私ね、これ実際に経験した話なんですけども、まあ私ね、数年前にね、連結の経理部にね、所属して、まあ連結経理してるわけなんですけども、まあ連結の経理ってね、結構ね、大雑把な感じで数字を作るっていうね、そんな風な感じになってるわけ。これなぜかというとですね、まあ連結の経理部って、決算書を作る部署なわけなんで、まあ決算書って、まあ有価証券報告書とか、まあ計算処理とか、皆さん見たことありますかね。あれの単位って、大体ね、1000円単位とか、100万円単位とかね、そんな大きい単位なわけですよ。だからね、それ以下の金額ってあんまり気にしなくてもね、いいわけなんですよ。まあ、だからね、もう100円間違っていようね、まあ、200円間違っていようが、まあ、そんなね、あんまり気にしなくていいわけですよ。でもね、それを許さない存在がいるわけですね。それが誰かというと、経理部の主なわけですよ。これめちゃくちゃね、厳格なね、主の方がいらっしゃってですね、もう連結経理にも関わらずですよ、こことここが1円ずれてるとかね、ここゼロになるはずなのに1円残ってるとかね、めちゃくちゃ厳しいんですよ。ここに1円残ってるか調べなさいとかね、そういう風にね、めちゃくちゃ怒られるわけですよ。でね、ちょっと反論するわけですよ。いやこれ1円なんで、そのね、決算書を見せる上で、何もこれ影響ありませんよと。まあそういう風にね、説明するわけじゃないですか。そうするとね、100倍ぐらいに怒られるわけですよ。そのね、1円のエラーの裏にね、何百万円っていうね、エラーが隠されていたらどうすんのみたいな。あんた責任取れんのみたいなね。めちゃくちゃ怒られるわけですよ。そんなね、めちゃくちゃ怒られるんだったら、まあいいですよ、つって。1円潰しますよ、つってね。1円のね、原因を調査するわけなんですね。本当にね、この作業が不毛なわけですよ。これね、なんで1円ずれてんだろうかなとかね。なんでね、ゼロじゃなくて1円残っちゃうんだろうかなっていうことをね、これずーっとね、深夜まで考えるわけですよ。めちゃくちゃ煽らしいですよ。まあ、そんな感じで本当にね、このね、1円潰れるのはね、本当帰れないわけですよ。だからね、ずーっとね、深夜までね、これね、1円潰す作業をしてるってね、そんな話があったわけですよ。これ、連結経理部でね、そんなことしてる部署ってね、あんまないんじゃないかなっていうね、そういうわけで、ないないとしてね、紹介していただいたわけですけども、皆さんこれありますかね、まあ、ちなみにね、その経理部の主の方ね、ちょっと前にね、移動されてね、今はいなくなったわけですよ。でね、そのポジションにね、私がついたわけですよ。経理部の主のポジションについたわけですよ。そのね、経理部の主の方ね、ずーっとね、私に教育されてきたわけですよ。だからね、もう血を引き継いでるわけですよ。2代目の経理部の主になったわけですよ。だからね、私の時代でも後輩が1円潰れた方は返しません。じゃあ続いてね、ないないの二つ目いきますけども、ないないの二つ目何かというとですね、契約書を偽造するおばちゃん。まあ、こちらなんですけどね、これね、私の話じゃなくて、友人から聞いた話なんですけども、ちょっとね、だからね、本当かどうかってね、ところはちょっとわかんないんですけども、これどういうことかというとですね、まあ、その友人ね、監査法人に勤めてるんで、まあ、お客さんのとこ行ってね、まあ、監査をするわけですよ。で、監査をするわけなんで、まあ、経理部の人とね、接してですね、そのね、企業の、まあ、決算書が合ってるかどうかっていうのをね、調べるわけですよ。で、その、調べるためにですね、まあ、いろいろね、こう、売上が合ってるとかね、費用が合ってるかとかね、そういうような検証をするわけなんですけども、だから検証するためにね、まあ、いろいろこうね、経理部の方から資料をもらうわけですよ。この請求書をくださいとかね、契約書をくださいとかね、そういうようなお願いをしていくわけですよ。で、そんな中でね、まあ、いつも通りね、監査しながらね、こう合ってるかなっていうね、検証していたらですね、まあ一個ね、ちょっと取引があってですね、この取引のね、売上のね、検証するためにですね、契約書をね、見なきゃいけないと言ったわけで、まあ、ちょっとね、そこにね、経理部のおばちゃんにね、この売上の検証をしたいんで、契約書もらえますかっていうね、そんな話をしたわけですよ。で、そうするとね、スッと出てきたわけですよ。で、契約書もらったんですけども、それね、多分ね、ドラフトバージョンだったと思うんですね。まあ、契約書ね、ワードをね、印刷したようなね、契約書だったわけですよ。ワードですからね、ハンコとか押してないわけですよ。だからね、これだとね、ちょっとね、信憑性に欠けると。だからね、原本をくださいと。両者の社番が押してる契約書の原本をくださいっていうね、そういう風にね、おばちゃんに依頼したわけですよ。そうするとね、なかなかね、結構渋るわけですよ。なんでそんなことしなきゃいけないのみたいなね、急に言われても困りますみたいなね、怒り出したわけですよ。でもね、これはまあ結構よくあることなんですよ。でもね、監査法人の人ね、下手に出てですね、そんなこと言われましてもですね、これをもらわないと監査が進まないんで、ちょっとどうにかお願いしますっていうね、そんな話をしたわけですよ。わかりましたみたいなね、形で、そのおばちゃんはね、去っていったわけですけどね。で、それね、午前中に依頼したらしいんですけどね、それね、ずーっと待ってたんですって、夜まで。でもね、一向にね、その契約書来ないらしいんですって。ちょっとね、そろそろね、契約書もらわないと、もう仕事が終わんないよってね、そのおばちゃんのとこに行ったわけですよ。で、そのおばちゃんにね、ちょっと契約書を午前中いらした契約書まだですかみたいなね、そんな話をしに行ったわけですよ。まあ、そしたらね、あ、ちょうどありましたよ、なんてね、そんな風なね、話をね、おばちゃんがするわけですよ。あ、よかったです、つってね、そのね、契約書をね、ちょっと見てね、本当に反抗してるかなと思ってね、反抗のところを見たらですね、これなんとですね、
絶対絶対にお前の手作りやろっていうね、もうなんかね消しゴムをね彫刻刀で彫ったようなね、そんなねもう手作り感満載の茶番がね押してあったんですよ。もうそれ見てね友人もねもう本当笑ったらしいですね。これあなた作りましたよね、もうその場で言ったらしいんですね。そしたらねあのおばちゃんはね犯行を認めてですね、はいっつってね、これね後日談でまあおそらくなんですけれども、まあ、契約書のね原本とかってね経理じゃないところにね保管していたりですとか、ちょっとね偉いさんが保管しているところにねあったりするわけですよ。でちょっとね言いづらかったみたいね、そんなことがあったんじゃないかみたいなね、まあ、そんなね憶測していましたけどね、これ普通に犯罪ですからね。あの公文書偽造ってやつですか、これ普通にやったらね捕まりますからね。まあこれもね、まあ、本当の話かどうかわかんないんですけど、まあ、そういうね契約書を偽造してくるおばちゃんもね中にはいるっていうね、皆さんも契約書の犯行にだけは気をつけましょう。はい、じゃあ続いて最後ですね、ないないの3つ目いきたいと思いますけど、3つ目のないないは何かというとですね、深夜の経理部。これもねあの私の友人からね聞いた話なんですけども、皆さんねフォレンジック調査ってねご存知ですかね。まあ言うなればね不正の調査みたいな話ですね。まあ例えばねまあ企業の従業員とかってまあね悪いやつがいたりもするわけですね。会社の金をね横領したりとかね、まあそういうような輩がいるわけですよ。まあ特にねまあ経理部とかってお金を扱う部署ですから、まあそういうねちょろまかすやつがいたりですとか、あるいはねまあ営業の人だったりとかねからのねまあ請求書、まあ嘘の、ね請求書を作ってね、それでねお金を騙し取ろうみたいなね、そんなね悪い輩もいるわけですよ。で例えばねまあ社長さんとかがね自分の会社のねお金の流れを見てですね、なんかねお金の流れがおかしいぞっていうことに気づいてですね、誰かがねこれ横領しとんちゃうかなっていうね、そういうような時にですね、あの従業員ちょっとね怪しいぞっていうね当たりをつけてですね、ちょっとねあの従業員を調べてほしいみたいなね、まあそういうねフォレンジック調査会社みたいなねそういうのがあるんですけど、まあいわゆるね探偵会社みたいなようなもんですよ。まあそのね会社にお願いしてですね、そのね従業員の行動をね調べるわけですよ。でそのね調査の一環としてですね、一つ何をするかというとですね、まあ、その従業員のパソコンのデータを抜き取るってね、そういうようなことがあるわけですよ。で日中とかね勤務時間中とかね、パソコンってまあその従業員を使ってますからね、なかなかねこう抜き出せないわけですよ。どうやってそのね従業員のパソコンからデータを抜き取るのかというとですね、これねそのね探偵の方がですね社長の許可を得てですよ、深夜にですねこう忍び込んでですね、その従業員のパソコンからのデータを引き抜くんですよ。でメールとかね調査して、こいつ不正してんじゃないかとかね、そういうような調査をするわけですよ。これはねまあフォレンジック調査ってね言ったりしますけども、これ自体は結構あるあるなんですよ。結構ねどこの会社もどこの会社っていうかね結構あるような事例なんですよ。で、そのねフォレンジックやってる友人がですね、まあ、その社長の命を受けてですね、ちょっとねあの従業員のねパソコンちょっと調べてくれっつってね言われたんで、オフィスにね深夜のねもう4時5時とかですよ、誰もいないオフィスに行ってですね、その従業員のパソコンからねデータを抜き取ろうとしたんですよ。そのね会社行ってねオフィス着いたらですね、どうもねなんかね人の気配するんですよ。いやおかしいなと思ってね、で誰もいないはずなのになと思って、で人のいる気配ねちょっと見てみたらね、どうやらね経理部の方にねなんかね人の気配するんですよ。でねなんかうめき声も聞こえてくるわけですよ。これね本当ねもうおかしいなおかしいなと思ってね、今はねちょっとね稲川淳二みたいな感じですけどね、おかしいなおかしいなっつってね、いや恐る恐るね、でもねもう仕事ですからねその友人も、ね、恐る恐る経理部の方にね近づいていったわけですよ。まあ、そうするとですね夜中の4時とかですよ、経理部員ね 2,3 人がですねオフィスの机の上でね寝てたらしいんですよ。どうやらね決算中だったらしくて、決算中泊まり込みでね作業してたらしいんですよ。力尽きてね経理部 2,3 人がねその辺で泊まり込んで寝てたらしいんですよ。本当ねめちゃくちゃ怖かったっつってましたね。結局ね、まあ、人がいたんでね調査ができなくてですね、まあ、その友人はね帰ったらしいんですけど、社長もねなんとね知らなかったですよね。決算中に経理部員がねそんなに残業してるってね全然しなかったらしいんで、それもね二重で怖いですね。まあ、そんなようなね恐ろしい体験をしたってね、そんなような話なんですけども、まあ、だからね深夜の経理部には気をつけてください。はい、そんな感じでちょっとね、ないないをね、3つ喋ってきましたけど、いかがでしたでしょうかね。最後2つはね、ちょっと人から聞いた話でね、本当かどうかなっていうね、ところもあるんですけども、まあ、信じるか信じないかね、あなた次第ってね、そんな感じですけども、まあね、経理部やっているとですね、まあそういうね、珍事件みたいなね、ことに遭遇すると思うんで、皆さんもね、ちょっとね、こういうね、珍事件遭遇したよっていう方がいらっしゃればですね、ぜひともちょっとね、コメント欄で教えてほしいなというふうに思います。コメント待ってます。